インドの文化と触れ合うことがないからか、すごいなんかこう見たことないような動きをされていて、目が合った時のなんかこっちが思わずドキッとしちゃうような、その一連の流れにすごい圧倒されて、本当に神様が憑依してるような印象があって、貴重なこんな間近に踊りを見せてもらう機会はあんまりないので、こう姿勢だったりとかこう目線だったりからなんかを引きつけられるものがあって、すごく感動したし。本物っていうものに触れた時に、この子たちがどういう感性で何を受け止めるのかなっていうのにむしろ興味があって、雅子さんのダンスを見つつ学生たちの表情みたいなのをちょっと見ようかなと思ってたんですよね。思った以上にみんなストレートに入ってきたっていうか、あの子たち全然なんていうんですかね、その準備がない状況の中にストレートで直球投げてこれるっていう、やっぱそこのところの凄さを後になってまたじわじわっと改めて感じました。両足の、そう、でもっと一番ないんで、こちらもうちょっと狭くじゃあ肩と同じぐらいの高さ。で肩は下げる。それでこういう状態。よそ見すると、それでも願いが叶うけど、無駄な時間。さあ。無駄な時間ですよ。ちゃんと自分の目標だけを見てくださいね。まっすぐ前、まっすぐ前。人のことは見ない。人のことは見ない。てか夢叶えるのって1年で叶うのに、自分の夢だけ見てないとブレますよ。ブレます。強い。素晴らしい。さすが、達也先生の。長いから、夢、はい、1分40秒です。夢の大きさが小さすぎる。夢の大きさが小さすぎる。3、2、1、0。あ、やばい。身を守るという意味とか、区別するっていう意味もあるのではないかと私たちは考えました。でそこから LGBTQ や性のことと結びつけて、また最近トランスジェンダーの学生を受け入れている大学があるっていうこともあって、限りなく男に近い女性として自分を認識しております。ありがとうございます。そうですね、いろいろこんなふうにあると思うんですけども、大体その、私はちょっと固定概念で私もあった通り聞いたら女性ですって言うかなって思ってたんですけど、実際ちょっと近くて私も固定概念がまだ離れてないなっていうふうに思いました。しかし自分を美しく見せたいだとか、他人によく思われたいっていうような気持ちで化粧をする女性がいるのであれば、同じ気持ちで男性がこう化粧をしてもいいんじゃないかっていう。まずは相手を知って認めて受け入れて、この社会全体を変えていく必要があると考えています。やっぱり地球市民学会にいる意義っていうのは、問題がありますよって言ってそこで指摘してなんかおしまいっていうよりは、その問題に対してじゃどういうふうにじゃ自分がアプローチしていって、どういうふうに次の社会をもう一回こう作っていけるのかっていうことにまでやっぱり踏み込んでいきたい。おおむねみんなそうなんですけど、一番初めの第一歩って比較的自分に近いところから話が始まっていくと思うんです。自分の体験したこととか、自分が半径としてはかなり近いところで起きているようなことで、まずは一歩としてはこの近くのことについて自分以外の他人のことを考えられない人は広い社会にまでいけない。初めからそっちを課題を出すとなんか優秀な答え書いてくるんですよ。なんかすごくありきたりな規範的な答えを書いてくるんですよ。もうちょっと自分ごとにして自分ごとにしてそれを広げていった時に、本当に自分の問題意識として出会ったような、でその半径の幅をやっぱ広げてあげるっていうのは、多分大学っていうところで学問に触れることの一つの意義だと思うんですよね。さっきの雅子さんの直球じゃないですけど、このボーダーラインイン東京ってつけてるボーダーラインっていうものをもう一回正面から、そしてこの東京でこのコロナの時期に考えてみるっていうことにもすごい価値があるんじゃないかなって思って、もうちょっとコンテンツ寄りっていうか、中身のボーダーラインそのものをこの地球市民学科として、地球に80億人くらいの人が今生きていて、この人たちの100年先の未来に一体どういう地球を僕らは渡していくのかみたいなことまで本当は含めて考えたいなと思って、そのいい一歩を今日切ったかなというふうに思ってますね。En la calle, ¿por qué me manda a mí? Señor sereno, ¿por qué me